こんにちは、バイ工学院大学です。今日は特別ゲストをお呼びしてます。よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。 Hello、nice to meet you. My name is Aaron Chow. I am the head of the English department. よろしくお願いします。バイ工学院大学では英語、中国語、韓国語の学びや留学が盛んな大学です。その中でも今日は英語を担当されているチャオ先生にお越しいただきました。チャオ先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。チャオ先生、今日は何を教えていただけますか？今日はね、アメリカでとてもポピュラーなローデッドナチョーズという料理を作ります。ナチョーズはこれのことです。タコスチップスのことなんです。はい、ローデッドはこのチップスの上にいろんな具を乗せますので、たくさん具を乗せますので、それはローデッドという意味なんです。いいですね。これはね、この料理は例えばその持ち寄りのパーティーにとてもぴったりな料理ですし、前菜で食べることもできますし、メインで食べることもできますですし、食材はそんなに複雑なものではないので、あとその調理の仕方もそんなに難しいことものではないので、いいですね。とても作りやすいです。はい、あ、はい、ありがとうございます。では早速作っていきましょう。はい、じゃあ作りましょう。イエーイ。Let's cook. Let's cook. Okay. All right. So I have an onion here. ここで玉ねぎがありますので、はい、切りたいと思います。お。この切り方ってことで、これみじん切りにするんですね。そうですよね、みじん切り。こんな感じです。次はアボカドの準備を少しします。はい、重村さんはアボカド好きですか？アボカドはなんかちょっとおしゃれなイメージであんまり食べることないかもしれないです。ああ、そうですか。なんかこう居酒屋さんとかでね、こうサラダにこう入ってるみたいな、はい、まあ、イメージはありますけど、食材は基本的に、まあ、ここでひき肉あります、はい、これは牛肉はベストなんですけど、私が今日用意したのはその合いびきなんですけど、うん、豚肉が入っています、はい、あとはこのトマトとライム、これはサワークリームです。サワークリームですか？はい、はい、そうです。ここでチーズたっぷりありますですし、これはタコシーズニング、この香辛料、あとアボカドとトマトソース、玉ねぎ、こんなもんです。 OK、 じゃあ焼きます。肉入れます。オリーブオイル使ってもいいんですけれど、でもこれ合いびきですから、豚肉ですから、もう自然にここからそう油が出ますので、今回はその油を使いません。いいですね。ボンと。チャオ先生、ちなみにこう日本に何で来られたんですか？なんで、うん、なんで日本に来ようみたいな。そうなんですよね。私日本に来る前に中国に住んでいたんです。3年間。その前はずっとアメリカ育ち、私がアメリカ生まれなんです。はい、で、まあ、家族も今シカゴ、イリノイ、シカゴという都市にいますので、でも私は外国人にそう英語を教える、この分野に携わってきてますので、そこで、まあ、日本人にその英語を教えたいという思いで、まあ、ここに来た、まあ、それは一つの理由。中国で、まあ、英語を教えてたんですけれど、はい、でも一つは妻が日本人、なんです、はい、で、まあ、日本に来た時、まあ、こっちの方に住みたいという思いも、すごく強かったです。今入れたのはこの タコズシーズニングなんですけれど、はいはいはい、このパッケージ、すいません、この切り方です。あんまりこれタコズで上の方に書いてあったんですけど、このシーズニング、これ例えばカルディとか、カルディ、カフェファディとか、そういうふうな店で、まあ、簡単に手に入れる。そうなんですね。香辛料なんですよ。いや、もう匂いがすごくいいです。いい匂いですよね。ね、もう火が入ったらもう一気にわっとまた。はい。もう炒める前からすごくいい匂いしてたんですけど、封、はい、を切った瞬間からいい匂いしてましたけど、よりいい匂いが立ち込めてきてますね。で、牛肉を使ったら、はい、牛肉のひき肉を使ったらここまで、油は出ませんので、はいはいはい、ちょっとだけその油を、です、あ、すいません、ちょっと入れすぎました。あ、ちょっとごめんなさい、これ失敗し、ちょっと失敗しましたね。はい、なんか勝手にこうアメリカの料理ってワイルドなイメージがあるんですけど、はい、やっぱそういうところあるんですかね。
ざっくりした質問しちゃった。そうですよね。あの、まあ、まずは 量が結果も半端、半端じゃないです。はい、マクドに行っても、はい、あのアメリカのマック、あのマックと日本のマック、はい、結構違うんです、はい。飲み物だったら、はい、日本で一番大きいサイズは、まあ、こんな感じなんですけど、アメリカだったらこんな感じ。ホテルのサイズも結構全然違いますし、そうですよね。サイズが結構。違うんですよ、ね、いい感じですよね。はい、じゃあトマトソースも入れますので、トマトソースです。はい、まあ肉はまあこんな感じで置いときます。そしたら次はアボカドを準備したいと思います。なるほど。スプーンですくって、はあ、きれいにカット。おお、いいですね。もうアボカドをどう使うの。潰すんですね。そう、潰します。アボカドを潰して、はい、トマトですね。では切ります。うん、細かく切って。そうですよね。でこれ水分が、まあ種が入ってますので水分出した方がいいんですよ。ああ、なるほどですね。入りますかね。おお、それに入れるんですね。そうですよ。それボールちょっと小さすぎて。大きいやつ一応探してきましょうか、これ。あ、お願いします。はい、なんか大きいの探してきますね。あ、ここにラインを絞るんです、ね。そうですよね。ああ、これで酸味が出ます。これあのアボカドだけだったら、このグアカモーレという、まあ、ソースとなりますが、もともとこのトマトと玉ねぎを混ぜて、はい、このもう一つのソースを作ろうと思ったんですけど失敗しました。そういう話だけです。はい。これはもう内緒でという。はい、まあ、内緒でしょう、ね、内緒です。あとはもう具を乗せるだけなんですよ。ゴールデンナチョスという料理ですから、タコスチップスはナチョスです。うん、ここへパーッと。丸いですね。そうですね、丸い。丸いやつもありますし、三角となっているやつもありますし。ここも乗せちゃうんですね。乗せます。肉の量結構多いんですよね。うん、結構まんべんなく。そうですね、まんべんなく。次はもうチーズかけます。わお、これはもう、これはもう絶対うまいですね、これ。そしてこのままこのガコモーレを乗せてもいいんですけれど、はい、私はあのこれからオーブンに入れて焼きます。焼く、うん、まあいいですね。いいですね。またあの何でしょう、このタコスというか、こう匂いがねすごい、はい、きますね。はいはい、誘惑ですよね。誘惑、英語でテンプテーション誘惑です。あとこれは仕上げがですね。そう、仕上げがあるんです。このガコモーレをこういう風に乗せて、もちろん味も美味しいですし、あとは鮮やか。ああ、そうですね。見た目もやっぱ大事ですね。食欲をそそる。そしたら最後にこれサワークリーム、サワークリームですよね。サワークリームですね。はい、出来上がりました。イエーイ。これはローレッドナチョスという料理です。こんな感じです。こんな感じです。おー、いいですね。もう匂いも もうすごい、もうお腹すきました。食べてみましょうか。食べましょう、早く食べましょうか。こんな感じです。いかがですか。いや、もう美味しそうなので、もう早く食べたくてしょうがないんです。でこれどうやって食べるんですか。これもう 手で食べるしかないです。ガッといくと、はい、そうなんですね。はい、一つ一つのチップスが器となりますので。あ、うん、なるほど。ちょっとチャオ先生、じゃあ見本を見せていただきます。あ、いいですよ、いいですよ。じゃあ肉と、はいはい、あ、肉とサワークリームとアボカドを取って、はい、そうですよね。これ、はい、でも肉と
うーん、おお、いいっすね、いいですね、すごく美味しいです。あ、本当ですか、うん、私もちょっといただきます。あ、どうですか。はい、この手前からちょっといきましょう。肉とちょっとふにゃふにゃになっちゃって、あ、いい、いい。あとサワークリームですね。はい、そうです。これをちょっといい感じに、いい感じにちょっと不器用です、すいません、取れました。じゃあいただきたいと思います。うん、いかがですか。うん、美味しいでしょ。美味しいです。なんか結構あのしっかり味があって食べ応えがありますね。なんかスナック感覚なのかなと思ったら、うん、結構ご飯美味しいです。自分で作れそうですか。作れそうですよね。作ってみたいですね、うん、作ってみたいですね。子供が喜ぶかもしれないです。あ、絶対そうだと思います。いや本当に作り方が簡単ですので、もう誰でも作れる料理と思います。だから、ね、作ってみてください。梅光学院大学では英語の留学制度がとても充実しています。希望者全員が留学ができ、半年から1年間の留学をしてもちゃんと4年で卒業ができます。また留学先の授業料を奨学金として大学が負担すると、全額負担するので経済的にも負担が軽く、留学に行きやすい環境が整っています。そうですよね。もう梅光で英語だけではなく、中国語と韓国語、いろんな言語を学ぶこともできますので、いろんな言語を身についていろんな人とコミュニケーションしてみたかったら、バイコンにぜひ来てください。では、それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。バイバイ。